今回の学盆祭の動画では、愛知県の愛好者の小出さんを取材させていただこうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。まあ、小出さんは以前ご縁があって知り合わせていただいたんですが、まあ、本当に、長い間、商品盆栽に尽力されてきた愛好者さんですよね。簡単に自己紹介いただけませんか。そうですね。本格的にやりだしたのは商品盆栽じゃなくて、さつきだったんですよ。はいはい。で、さつきを10年ちょっとやっとって、それから、まあ、ちょっと感覚が空いとったんですが、何か他にということで、ただ、隣へ金盆で活躍された、鈴音さんって言った林さんですが、来られてですね。で、まあ、盆栽を見たり、作業をやっておられるとこを見たりで、まあ、それがきっかけで、最初の師匠みたいなのは、鈴音さんでした。まあ、そこからいろんな、はい、技術を紹介してもらって、また、最後には片山定一さんという立派な師匠が私にはできたような感じなんですよね。なるほど、なるほど。小出さんは盆栽のキャリアは何年ぐらいになるんですかね。そうですね、55年以上というか、初めかけたのは、やっぱり家内の、はい、農協へ勤めとってですね、はいはいはい、農協が園芸部があって、なるほど、まあ、さつきを、で、お父さん、あんないいのはあるからって言って、私は最初、さつきを始めるきっかけは家内でした、ね。あ、そうなんですね。はい、いやでも、小出さん、本当にお元気で、素晴らしいなと思います。本当にね、盆栽がなかったらこんなに元気じゃないかもしれない。いや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 、本当に素晴らしいですね。で、僕が毎回来させていただくときにすごいなと思うのが、石化ヒノキの盆栽を小出さんたくさんお持ちですよね。石化ヒノキ、まあ、今でこそすごく海外とかで人気があって、値段も高くなってきてる盆栽ではあると思うんですが。そうですね。何年くらい小出さんは石化ヒノキをされてるんですか。石化ヒノキは、すずめさんが今度、静岡の方に引っ越されましたので、それまではあまり石化ヒノキはなしに、一番私は得意だった、新明美の月っていう、はいはいはい、さつきですが、はい、私が、明美の月の八つ房を取って、その辺をだんだん増やしたら、素晴らしい、花椒と、まあ、品種登録はしてないんですが、明美の月が人気になりましたね。はい、それからどういうわけかこの石化ヒノキに魅力に取りつかれまして、はいはいはい、かなり前からだから皆さんがまだ手をつけないうちに興味を持ったっていうんですかね。それでやはり太さも形も作りやすい。そうなんですか。だから針金をかけとると傷がついちゃうということで、はい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 、そういう技術もこう引っ張った方がいいと。直管なんかは、はい、枝はただ下ろせば高木管になるということで簡単で扱いやすいというんですかね、皆さんも管理しやすい木だなというのは実感しておりますね。なるほどなるほど。まあ、ちょっと実際あるのでご紹介いただいてもよろしいですか。私が、まあ、これは邪道かもしれませんが、この金網とかこういう水切りなんですが、これで枝を下げるという、これが、まあ、私の技術っていうわけじゃないけれど、作る上の一工程でこういうことをやってるんですよね。これを外すと、実はこれ2、3年外して
展示会にも飾ったりなんかしてましたけれど、やっぱり 2,3 年するとまた枝が上がったり樹形が若干変わってくるんです。ですから時々2年か3年に一度はこう引っ張って、というのは形が変わるということは成長がかなり早いような感じで、ぐんぐん枝がまた元に戻る力もかなり持っとるということですね。なるほど。だから太りも早いんです。だからいろんな完成だと思っても 3,4 年でまた少しずつ成長して太くなったり樹形が変わっていったりするもんで、やっぱり自分として管理する人としてまた樹形をちょっと変えたりなんかも楽しめますね。なるほどなるほど、確かに僕がここに来るようになってもう2年くらいですかね、1年半2年くらい、で同じ木が本当にどんどん変わっていくところが見えて楽しませていただいておりますね。もうこうやって引っ張るのは勝沼さんにあれですね、こうやるんだよって言って翌年もうできとったっていう、いやありましたね。いや小池さんの本当に素晴らしいところは、いやいつまでもその新しい方法を得られているところは本当に素晴らしいなと思って見させていただいてます。最後に小池さんとちょっと盆栽への思いというか、何かあればちょっとお話しいただきたいなと思って。そうですね、やっぱり50年以上もこうして盆栽をこう管理しとるというか、逆に管理させられとるということですが、やはり盆栽も人の感情をまあ多少察するっていうのがね、そんなような気もしますね。なんか物言わずにこう意思疎通が できていくっていうかね、一度こんなことがあるんですよ。こんなとこを私はあんまり見たことないのに、ざっと見たら一鉢下に落ちとったっていうんですね。でちょっともうしおれかけとったけど、あここまで誰がこの鉢が連れてきたんじゃないかな、自分が、助けてほしいというような感じが私にそこまで生かしたんじゃないかなっていうようなね、なるほど、時々そんな、いつもじゃないけれど何十年に一回はそんなようなこともありますね。なるほど。やっぱり盆栽を健康に育てるということは自分も健康でなくちゃいかんし、健康に注意するというんですかね、それもありますね。いや本当にこれからもお元気で、ありがとうございます。一緒に楽しんでいければいいなと思います。いや本当に楽しむことが第一ですね。はい、はい、いや本当に盆栽の竹先輩の素晴らしい言葉をこの動画ではいただきました。本当に小出さんありがとうございました。いやありがとうございます。どうも。